ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。はい、まあ、雑談じゃないんですけど、すいません、エニアグラム、まあ、人間関係です、で、いろんな動画で、まあ、うちの会社に蜂の子がいるよって言っていて、やっぱりなかなか手強いですね。まあ、手強いですよね。タイプ6の女の子がいて、その子が昨日話しかけてきたんです。私に二等兵に、はい、二等兵にタイプ6の女の子が話しかけてきて、要はちょっと取引先の会社で、コロナが出ました。取引先の会社が名古屋支店の大阪支店で、コロナが出たから名古屋支店も閉めますみたいな話をしてきたんですよ。で、僕はその雑談難しいねの話なんですけど、それに対して彼女が何を言いたかったのかは分からない。タイプ6の女の子がそうやって言ってきた。でも僕はタイプ6だなと思ってるから、もう不安は言いたくてしょうがないんだねってって思って、で、僕は僕で、そのじゃあ、自分の知ってるコロナの話、例えばじゃあ美容生ってのがあるらしいねとか、美容生ってのがあるらしいねとか、でもなんかどっかの選挙である人がその命の順番があるから、もう経済止めるのやめようよみたいな話を、命の順番っていう話をしてめっちゃ叩かれるっていうのがあって、でも僕はそれをしょうがないと思ってるんだよねみたいなことを話し始めたんですね。するとその女の子は、私は別にあなたのそういう意見を聞きたいわけじゃないって話になって、じゃあ何が聞きたかったんだろうって思いながら、その女の子が席に戻りました。で、でもその、なった人、これって差別じゃないですけど、会社ではえらい迷惑をかけるわけじゃないですか。当然その取引会社にも話が行くわけですから、じゃあそこも止めないといけないみたいな、これどうなるんだろうねっていうのをちょっと大きな声で話したときに、タイプの8の女の子がうっせえなとか、わ、出たと思って、あ、さすがだなと、さすがだなと。これも怒りはこのタイプ6の反応とタイプ8の反応と出たと思って、で、思わずうるさいって言われちゃった。始まって俺またこの嫌みったらしいちょっと攻撃的とも言える言い方出たなと思う。全部囚われです。みんな囚われです、ね、みんな囚われです。みんなが囚われてるっていう囚われを紹介したいと。まあ、でも、あと雑談難しいですね、別の話の方がいいですか。どういうことですか。要は、そうやってCOVID-19 でした。要はコロナの話が来て、で、俺はなんて答えればよかったんだろう。なんですかね、当たり障りなくいくんだったらそうなんだですよね。で、大変だよね。で、それを僕は聞いたんですよ。で、要はハチコちゃんがいるときは、うっせえなってまた言われるので、まあ帰ってから、何も言わずに帰るんですけど、挨拶するよって思うんですけど、まあ帰ってから、ちょ、さっきなんであんな話をしたと。で、俺は俺にどんな答えを求めた。ああ、6ポイント、6ポイント、6ポイントですよ。俺はなんてあの時に言えばよかったんだって聞いたら、いや、私は、そうなんだとか、そうなんですねって言われると思ったと。まあ軽く振ったぐらいの感じなんですかね。そう、雑談で、僕もその時に雑談ですって来たから、でもごめん、僕の雑談ってそのお互いが持ってる雑な話を論じる場だよと、論じるまでは面倒くさかったじゃないですか。そう、求めてね、ごめんなさい、それは求めてなかったです。だったら今度は先に僕聞くねと、どんな答えを求めてるどんな答えを求めてますかって聞いてから話を始めましょう。囚われです。囚われです。全部囚われてますね。全てが囚われてるんですよ。で、今日はこのエニアグラム入門、性格の9つのタイプ、
春秋さんの本なんですけども、うんうん、これであの第3章外界を眺めている囚われた自己、うんうん、この囚われっていう字が、うん、口辺に人ですよ、うん、口のあの口じゃないわ国構えでした、うん、四角の中に人が囚われてますね、囚われてるんですよ、囚われた囚われた自己っていう、うん、外見を眺めている囚われた自己っていう章があって、うんうん、スーフィーのエニアグラムをアメリカに紹介したのは、うん、オスカー・イチャーソという人がいて、それが伝えたよと、うん、で、イチャーソは自我意識っていうのは自己と外界の分裂から生じてますよと、うんうん、で、うん、人は4歳から6歳にかけて、うん、自分の中で味わっている内的な感情と周りとの外界の食い違い、うん、同調しないことを発見すると、うん、あれと僕が思った社会じゃない、うんうん、って思うよと、うんうん、っていう意味で、うんうん、社会は敵であると、うんうんうん、でそれは自分にとって損失である、うん、で経験として覚えるらしいんですね、うんうん、で人は誰しもはじめ自分と外界の間にそういった矛盾が存在するとは考えてもいないんだけれども、うんうん、自分と外界は簡単に調和して、うん、最も深い望みが実現すると思ってたのに、うん、全然うまくいかない、うん、っていうこの理想的な一致が失われているっていうことに気づいて、うん、じゃあその損失を自分の実現によって埋め合わせようと決心すると、うん、っていうものが、うん、外界と直面する事故で、うん、その自分をどう出していくかっていうのを今一覧にしました、うんうん、でまず自己の概念としては、うん、私は外界よりも大きいとするか、うんうんうん、自分は外界に適応するってなるのか、外界より小さいでまず自分の概念が思うか、うんうん、でその自己概念に対して攻撃的な行動をとるのか、依存的な行動をとるのか、抗体的な行動をとるのか、うんうんっていうので今表にしましたよと、うんうん、ではまずこの横軸で話をしていきます。まず私は外界より大きいと思っていて、うん、攻撃的な行動からいくんですけども、うん、攻撃的タイプは831、うん、でこの831っていうのは自分自身と自分の価値を守るために防御策として人々に対抗する行動様式を好んで選ぼうとします、うん、でこれらの攻撃的なタイプは他人に対してそれぞれ違った方法で対抗しますよと、うん、でまず私は外界より大きいと思う8、うんうん、タイプ8の人々は自分が外界よりも大きいと思っているので、うん、本能的に力を使って他の人々と対抗する行動様式を選びますと、うんうん、頑強でしばしばノーと言い、うん、うるさいって言い、うん、力づくな人々をいじめる、うん、他の人は偽善者だと考える、うん、他の人を脅して動転させる、うんうん、このように現実を圧倒することによって関わりを持とうとする、うんうん、これも結局は関わりを持とうとしてるんです、うん、離れていきますけどね多分人々はね人々はそうで彼らは決して引き下がらないこと、うん、他人に負けないこと、うん、自分を主張して攻撃的に出ること、うん、これが恐れに対する彼らの反応であると、うん、でこのタイプの人々にとってある自分が存在するっていうのは強くあることであると、うん、この性格の強さにあって自分の価値を証明して、うん、尊厳を守ろうとしますと、うんうん、恐ろしい恐ろしいですね。恐ろしいで、攻撃的行動の3、うんうん、この人は外界に適応する人、うん、タイプ3の人々は外界に適応しなければならないと考える、うんうん、彼らの行動攻撃的な行動は目的達成に方向をつけられていますと、うん、この目的達成によってこそ自分の価値を証明することができると考えていますと、うんうんうん、そういう彼らにとってあるっていうのは自分が成功していること、うんうん、
これはもう、いつも紹介しているザ・サンですよ。3ですね。で、攻撃的行動1、この人たちは外界よりも小さいと感じている人なんですけども、タイプ1の人々は自分自身に対して批判的になることで攻撃的な行動を表現します。物事を完全に行うために懸命に努力する必要があると信じている、努力した時こそ初めて自分は人として価値あるものになることができると考えています。で、この判断の基準を他の人にも当てはめます。自分自身に課していたものを人にも、お前もやれよって、そう、攻撃的な行動なので人にも他の人にも自分と同じように物事を正すことに努力し、欠点を直すべきだって期待します。で、批判的な攻撃性ゆえに、このタイプの人々や自分の周りや、また自分の自身とさえ仲違いしますよと。彼らにとってあるっていうのは完全であるということだと。で、彼らは自分は外界より小さいと感じているので、その外界に対抗しようとして、その外界に打ち勝つために多くのエネルギーを消耗しますと。タイプ1の人々にとって人生とは上り坂を常に上り続けていく体験であると。苦しい。家康みたいですね。家康みたいですね。っていうこの攻撃的な行動の人たち。次、依存的タイプ。この依存的タイプっていう、この依存っていう意味なんですけども、これは人々に向かうっていう意味ですね。人々に向かう行動様式を優先させて生きようとしていますと。このタイプの人々は、人間関係を通して他人に依存することによって自分の価値を防御しようとしますと。まず外界よりも大きいと思っているタイプ2、タイプ2の人々は、私が外界より大きいと思っているので、自ら進んで人間関係を結ぼうとしますと。で、相手が自分によってせばされ、ちょっと変な言葉ですね。相手が自分によってせわされ、恩恵を被ったと感じるように働きかけます。ちょっと今、書いてある。ミスってませんね。書いてあることです。で、他人に対して依存的な態度で接しようとするのは、他人に支えられることが嫌なためである。よくプライドがあるって言いますもんね。で、世話好きな彼らにとって、あるというのは必要とされるっていうことであると。納得。もううんで。まあ二の説明ですよ、ね。二の説明です。結局そうなるんです。そう。ただ外界とどう関わっているかっていう一つの目安として、私は外界に適応する依存的行動が6。僕なんかもこれだけで。ディスりやがって適応の依存みたいな、ディスりやがってなんですけど、自分が価値ある人間であるために、タイプ6の人々は、私は外界に適応しなければならない、という自己概念を持って生きようとしますと。したがって彼らは規定の基準や法を順法することを最重視しますと。価値とは与えられた責任を果たすことであると。彼らにとってあるとは、法とそれが課す義務を責任を持って果たすこと。だから私が先ほどの冒頭の話で、何が聞きたかった？もう聞きたかったこと言ってよ。で、そうですね、言ってほしかったです。若田ちゃん、これからそうですねって言うわ、みたいな。それもちょっとね、ってかね。っていうことですかね。僕はなんで、人に合わせようとしてる。合わせようとしてる。ちょっと分かります。でも適応って合わせようとするじゃないですか、Q、もそれでいくと合わせようとしてる。後で出てきます。なんでこう比較すると、後でで、私は外界に外界よりか小さい、で依存的行動の7、タイプ7の人々は、自分は外界より小さいと感じて成長しましたと。生きがいを感じるには人生を楽しく面白く過ごせることが大切である、彼らにとって自己実現は人生の楽しい時に
達成されます。したがって彼らは楽しくしないこと、つまり苦しみや辛いことを自分の経験から排除してしまう。このタイプの人々にとってあるとは、人生を苦しみなしに楽しく生きることである。羨ましいんですけども、そればっかじゃないよ人生はって、まあ、苦しみがあるって思ってるってことですよね、逆の言い方をすると。だからそれから逃げよう逃げよう。まあそうですね、なんで小さいと思ってるから、他もう次々、他にっていう、外に求めるっていう意味ですね。苦しんでるんですよ、ずっと。苦しんでるから苦しみから逃れようと頑張ってるというか、もがいてるというか。それはそれでなかなかの苦しみですね、だから他の人だってそんな感覚なかったりするじゃないですか。そうですね、苦しみから逃れようってもがいてたりはしない。そう、まあ不安と感じてはいてもそうですね、もがきはしないかもしれないですね、っていうところですよね。だから他の人から見ると羨ましいけど、本人はそうでもないみたいな。なるほど、確かに、で次、交代的行動、この交代的行動の人たちは、自分の価値を生きるために人々から遠ざかり、引きこもるという行動様式を優先させます。でまた各々異なった形で、防御策に講じますよと。で外界より大きいと思っている5は、私は外界よりも大きいという自己概念を持って成長しましたと。で全てのことを、まあ、大きいと思っているがゆえですかね、で全てのことを監視するには、一番人から遠ざかるのがいいと思っていますと。で外界よりもっと自分が大きくあるためには、学問、熟考によって現実をありのままに理解する必要があると感じている。だから彼らにとってあるとは、物事を全てを知っていることであると。でまたそれは本当は必要ないんだよって話なんですよね。まあ囚われですからね。囚われですけど、囚われの話を今しています。で、9、9の人々は外界に適応するために外界から引き下がろうとします。彼らにとって外界とは、彼らを理解せず愛さない存在であると。彼らは要はここの世界は僕たちを愛してくれないっていう世界だよと。で交代っていうのは、士族っていうのは、自分がそんな世界との葛藤を避けるための諦めの口実であると同時に、自分を守る防御策です、攻撃されないようにってことですね。そうですね。でどんな出来事も大したことない、彼らは自分や他人に対してもごくわずかにしか期待しないと。でもう起こることの最小で満足している、で、はい、言っちゃった。でこのタイプの人々があるっていうのは、満足しているっていうことであると。なんで体調も本当は、こいつって思っていながらも、まあ二等兵でいいかで、なことはね、満足してるんですよねって、僕はそう言ってました。囚われてますよっていう話なんですよね。このなんか引っ込んで、まあ、周りに期待してないみたいなのは、はなんか分かる気がしますね。子供の頃からお父様が厳しすぎたせいですか。厳しすぎたせいとかでもない気がしますけどね。このもう2歳とか3歳で僕一人で寝てたって。僕ワンワン泣いてましたね。一人で寝てて、一人でこう勝手に一人でなんかどっか出かけてたりして、いなくなったってお騒ぎしてたりとか。なるほど。あとなんかその子供を見るときに、そんなタイプはこのここっていうラインはありますね。なんかすいません、なんかそれてしまって、子供を見ていて、なかなかそのエニアグラムのタイプで見ようとすると難しいなって、難しいですね、って思うんですけど、今のその発言を聞いて、あ確かにこの交代的な行動、あなんかあうちの一番上の娘その感じだったやと思って、多分こう攻撃されたくない、人との葛藤が嫌だ、怒らせるたりするのが嫌だみたいなのがあるから、なるべく関わらないようにしようみたいな。あなんか人を見るときに、ああなるほどって思いました、で最後、4、私は外界よりと小さいという考えを持って成長したタイプ4の人々は、自分が誤解されていると感じて、外界から逃避しようとしますと、あるいは
自分を明確にかつ他人から際立ったものとして表現するために、うん、いつもリハーサルを行っていますと、うん、で彼らはしばしば外界が自分を置き去りにしたと感じている、うんうん、そしていつか他人と一緒に本当の生活を体験したいものだと待ち焦がれている、うん、このタイプの人々にとってあるとは、うん、自分は特別であるということなのであると、うん、ちょっとまた私には、うん、ピンとこない僕もピンとこないですけど読んでない証だったんですけども、うんうんうん、これが自分が小さいと思っているあだから自分が小さいと思っていて、うん、自分が小さいと思っているから、うんまあ、要は価値がないと思っているってことですよね自分には価値がないあ、まあ、そう言い換えてもいいかもしれません、うんうん自分が誤解され、うん、分かってくれない、うん、あ周りの人は自分のことを分かってくれないっていうことで、うんうんまあ、私は外界よりもちっちゃい、うん、で逃避しようとするちっちゃいから誤解されてると思ってるんですかね誤解されてるからちっちゃいごめんなさいちっちゃいと思っているから、うんうん、多分違うところに期待しようとするんですよねあなんで、うんうん、攻撃的な行動の人は理想の社会うんうん、7の人は楽しいもの、うんうん、楽しいもの、うん、でこの4の人たちはいつか来る、うん、いつか来るであろう分かってくれるみたいな本当の生活みたいなあ小さいと思っている人は、うんうん、そのないところに期待しようとして、うんうん、ここの人たちはあるものにどう対応しようとするか、うんうんうん、で大きいっていう人たちはどうこれをコントロールするかみたいな、うんうん5だったらこう上から見て上からもう冷静全部を知るために上から全部見ないと気が済まないみたいな、うんうん、俯瞰してみる、ねえうん、でもっていうのも全部、うん、そのとらわれ誤った自己感覚だと、うんうんうん、っていうことが要はなんか別の動画でアドラーの話とかしてるじゃないですか、うんうんはいはいはい、要はあれもなんかその、うん、なんか自分と他人との関係で苦しんでいて客観視と、うんで自分がどう考えているか、うんうん、っていうなんかその祖母とかが、うんうんうん、苦しんでいるのかなと、うん、もうこれも結局外の世界、まあ、周りの人たちってことですよね大会、はいはいはい、他人、はい、他人からこう身を守るためにどうするかどうする、はいうんうん、だから全部人間関係が悩みのもう人間もう あの、うん、あるメッセージで、うんうん、興味さんかな、うん、あの会社は、うんエニアグラムを学ぶ方法だと、うんうん、まさしくだなそんなこともありそんなこともあり、ね、6の反応をして、うん、6の反応をして8の反応をする、うん、でこれもまた分かっていると、うんうん、あ出たなってまあ出たなってちょっと笑えちょっと メタ的にね、うん、お8だみたいなお8が出たって、うんうん、っていうのができるようになるので、うん、エニアグラムおすすめだなと、うん、面白いです面白いです。だから僕もちょっと笑っちゃいましたね。出るんだそれと思って。出る出しますかって感じですね。あの怒ってるって見せたいんですよね。うんうんうん、怒ってるって見せたいし、うん、僕は何が聞きたかったのって。そう。どうす行動するどう反応するのが正解なのか。正解なのか教えてよって。その通りにやるからさ。うん、答えを教えてよって。でも言ったからやられてもみたいな。で向こうも向こうは向こうで、あ、コロナが出た、うん、大変、大変、言いたいけど、うん、前の人とは話ができないみたいな、うん、あ前の人っていうのは、うん、タイプ8の子なんですけど、あの人はちょっと言えない、あの人は言えないって、うん、でこっちに来て、うん、だからタイプ6としては共感が欲しかったんじゃないですか、で共感が欲しいところに全く違う、違う共感、違う共感というか、クソリプが来て、そんなことが聞きたいんじゃなかったですって。まあ、タイプ6でも感じ方は違いますからね全く違う、うん、コロナっていう事情に関して、はいはいうん、っていうのがまた面白いですね、うん、で知ると、うん、こうやって笑いますよと、うんうんはいね、みんな知ると面白いですよねだから興味さんも多分、うん、あこの子タイプ1、うん、この子タイプ2タイプ8、うん、タイプ6あ出た出たみたいな、うんうんうん、っていうのがちょっと上の方からね見てんじゃないですかね、はい、おすすめでございます、はい、次はあの外界を眺め今回は外界と直面する事故というのをやったんですけども、うん、次は誤った現実感覚っていうのでまたこの囚われを紹介したいと思います、うんうん、
これまあ自己主張とか融和とは違うんですね、これ。あ、なんでまたその紹介とは違うんですけども、うん、なんか自分を自己診断するときに、うん、ちょっとまあこんな見方も面白いのかなと思いまして、うん、ちょっとあと2回ぐらいこのエニアグラム入門からやりたいと思います、うんうんうん、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。